続いては特捜9チーム、今日は大麻についてお伝えします。はい、まずはこちらをご覧ください。大麻の所持などで検挙された少年の数です。なおここでいう少年は19歳以下の男女を指します。この5年で検挙数は右肩上がりで増え続け、15倍以上に、去年は過去最多となりました。少年たちがなぜ大麻に手を染めるのか、現状と県の対応を取材しました。クラブに高校生の時初めて遊びに行って、でそこでその大人の人たちが集まってるところに自分も呼ばれて、でもそこで大麻回してて、断るっていうこともあんまり、その場面で断るのが難しくて、周りの人たちも怖かったし。20代の山下さん、大麻は当時インターネットで簡単に購入できたといいます。早かったです。なんかすぐもう手に入れたし、そんな簡単でいいかなと思いつつ、まあ、自分も吸いたい気持ちもあったのも本当だし、軽い気持ちで始めた大麻、自分の意思だけで使用をやめるのは難しいと話します。やっぱここにもやもやはあったし、でも使いたいっていうのもあって、そっちが買ってて。少年の大麻乱用が問題となる中、福岡県が先月からある取り組みを始めました。これまで少年の再乱用を防止する専用のプログラムがなかったので、今回全国初の再乱用防止ワークブックを作りました。そのワークブックが FCAN、 少年に特化したものは全国初です。その特徴は、少年が取り組みやすいようにするためにイラストを多く取り入れています。例えば、大麻を使ってた時の自分はどうだったのかっていうのを、このようにイラストを例示しながら、自分に当てはまるものをチェックしやすいように、自分の場合はこれだとかいう形で選べるように、作っています。イラストが多く会話形式で進められる FCAN、 少年の立ち直り支援プログラムの中での使用が始まっています。県警の、機関なんですけれども、少年サポートセンターという少年の非行の立ち直り支援を専門としている機関がありまして、そこにおられる少年補導職員の方がマンツーマンでこのワークブックを使って再乱用防止プログラムを実施します。プログラムではなぜ大麻に手を染めたのか分析し、自分にとっての解決策をおよそ8ヶ月かけて見つけていきます。 FCAN の監修を務めた臨床心理士の中島美鈴さん、今回関係者の意見を取り入れ独自の内容に仕上げました。私が刑務所や保護観察所で、勤務はしていますが、ほとんどが成人20歳以上が対象だったものですから、少年のっていうのがちょっとピンとこなかったんです。親を求める心があったりとか、背景は寂しいとか孤独だとかなってるの、大幅にそれで改定したとこでした。それくらい成人と違う。少年たちが抱える寂しさや孤独、それらを埋めるものが果たして大麻だったのか、少年たちに繰り返し問い続けています。ワークブックの中で強調しているのが、大麻が本当に欲しかったんですか、本当に欲しかったものなんですかっていうのをもう何回も聞いてるんです。手を返しなおかい。でそこに気づくことで、本当に欲しかった親との関係かもしれない、友達との親密な関係かもしれない。今回のワークブック、高校生の頃大麻に手を染め、その後逮捕された山下さんに見てもらいました。なんか斬新でめっちゃ俺好きです。こういう絵とかついてる方がなんか文字だけあったら伝わらん、でも絵があったらなんか多分ちょっと見てみようかなみたいな。話のストーリーとかはなんか本当に多分自分でもありえたであろう
話の内容だったり、親しい人や好きなアーティストがタイマーを使っていたというので始めた人もいると思うし、ちゃんと的を捉えて書いてるなって。現在成人向けの回復プログラムに取り組んでいる山下さん、ワークブックを使う少年たちには自分の未来を考えてほしいと訴えます。まあ、自分ももう多分この先あんまり笑えないだろうなって思ってたけど、その今もちゃんと仕事して家族とご飯食べてしっかりと先のことを考えて行動するのかで、まあ、自分の未来は変わってくるし、まあ、こういう教材だったりでしっかりその自分が立ち直りたいと思うなら受けてみるべきだと思います。今回インタビューに応じてくれた山下さん、大麻を使いたくなったら留置場にいるときに家族に書いた手紙を見返して自分を抑えるようにしているという話もしていました。で、福岡式の更生プログラムご紹介しましたけど、大麻を少年がどうやって入手しているのか、こちら福岡県警が去年大麻所持などで検挙された少年に聞いた調査結果です。知人からの購入というのが紫の部分 45% ということでほぼ半数を占めています。一方で売人からの購入というのが赤の部分全体のおよそ4割を占めているということです。下山さん、こういうデータが出ています。そうですね、その知人から購入というのが、ポイントかなと思うんですけど、まあ、その少年たち その知人ということで、まあ、同じぐらいの世代のそこにその前あの大麻が流通しているんじゃないかなというふうに思いますね。はい、まあ、県警によると昨年の大麻の検挙数が328人で、5年間で2倍以上に増えているんですけれども、この増加はですね、主にその少年の検挙数が増加し急増したということが、まあ、押し上げているというふうに思います。はい、まあ、全国的にもですね、警察白書によると、まあ、昨年まで7例連続で大麻の検挙数が増えて過去最高を更新し続けています。まあ、これも半分近くは少年ということで、まあ、昔に比べて非常に手軽に入手できるということとか、まあ、最近九州でもですね、大麻工場みたいなものをマンションとかで、ね、はい、栽培して、まあ、比較的その栽培も簡単だということが背景にあるのかなというふうに思いますけどね。福岡県警でも先月26日に公務員や専門学生というのが逮捕されている。まあ、それを踏まえてもより身近なところに出回っているなということが分かると思うんですけど、課題解決のために必要な意識というのはどういうことになってきますか。まあ、この大麻というのはですね、はい、他の薬物に比べて、まあ、常習性だとかですね、その身体症状が出にくいということで、まあ、気軽に 手を出す出がちなんですけども、私はあえてですね、大麻はこの大麻、まあ悪魔の魔ではないかと、うん、で言いたいですね。はい、まあ、これについてはですね、まあ、大麻の使用を繰り返しているうちにですね、より刺激の強い薬物に手を出していく、うん、まあ、あらゆる薬物の方につながっていくという意味でですね、まあ、ゲートウェイドラッグなんて言われますけれども、まあ、本当に友人から誘われたりして手軽に入手し、まあ、吸ってしまうということが、まあ、その深い闇への第一歩になる。それと、まあ、当然その暴力団の資金源にもなっているということもですね、理解してほしいなというふうに思いますね。あと今これ紙ベースで始めることになってますけど、どうですか。まあ、県警が作った冊子としては非常に斬新だというふうに思いますが、まあ、若い人により多く読んでもらうためにはですね、まあ、ネットとかでも読めるようにするとよりいいのかなというふうに思いますね。はい、ここまで特捜9チームでした。